今日はですね、宝冠町商店街に来てます。アートラボ岡山。わ、すごい綺麗。すごい。これ今乾燥中なんですか？こっちは乾き終わって、はい、こっちが乾燥中です。あ、これが、これ今日とか昨日作ってもらったやつなんですよ。3日とか4日経って乾いたら、一応念のためちょっと置いて、もう乾かして1週間くらいから飲んだくらいで、今日輸送させてもらってる。かわいい。じゃあ僕これ、これにしよう。どうしようか。あ、やっぱこの後ろのでっかいやつでもいけるんですか。あ、そうです、そうです。なおさんの隣になることほとんどないですよね。ね、逆じゃないですか。あ、ありがとうございます。あの3色まで混ぜていただくと3色、はい、入りまして、例えば自分でオリジナルの色を作ってでもいいんですけど、で、一番下にそのメインの色を入れていただきます。はい、形で作っていただきます。最後にあのこう手の周りだったりとか、はい、これで作っていただくようになります。はい、なんか面白いですね。うん、はい、ください。3分の…あ、大丈夫だ。トントン。こんなも3分…あ、もういいですか。はい。で、色もなおさんが好きなやつ。ほんと、どうしようさ、ご希望とかの考えてた色になってますか。あ、OK です、これで。あ、お、これいいね。おすごいおしゃれなカラーですね。でしょう。ね、いいですね。オッケー、いけた。お、こんな感じですかね。あ、はい、もうちょっとこう動かしても大丈夫。あ、あ、やばい、手が滑る。手が。あ。手が、耳も。やった、あとで。はい、あとで。とりあえず胴体。はい、とりあえず胴体かけていただいて、後ろも。はい。ちょっと待って、後ろ行くよ。はい。あ、なんか思ったのと全然違う。青じゃない。青が出てできてない。終わりもの。かけていただいたら。あ、はい、あ、なるほど。うまくやらないといけないってことですね、これは。本当に計算しながら。あ、そうです。色がその出具合も変わってくるので、後からまあちょっと調整していただくこともできるんですけど。あ、すごい。なんとなく綺麗。いや、お、ゲイルさん。あ、ゲイルさん綺麗。めっちゃ綺麗よ。あ、ほんまですか。うん。差し色ね、青いで。で、最後に耳とかかけていただいて。お、これで耳かける。どう？うん。お、子供でいいんじゃない？はい。お、触りたい。なるよな。いい感じにできました。ですね。うん、コンセプトっていうか、なんか本当はオレンジ色にしたかったんだけど、本当はオレンジ色にしたかったんだけど、ちょっとピンクをメインにしたい。よく言ってる意味名前の方をね、題名明日への扉。あ、いいじゃないですか。明日これゲイルさんの作品、はい、独特ですね。そうですね、こうなると、まあ、思ってなかったですね。ポイントはその作品の
ってことですね。やっぱ青をね、特徴してるんですよ。そうね、あ、ほんと色もね、ちょっとラッキーカラーみたいな感じで、瀬戸内海、あ、いいじゃないですか。瀬戸内海、いや、でもすごい、この辺とか見て、これ、まあ、ちょっとね、島がちっちゃい島っていうか、あ、まあ、ね、あの玉野とか境でみたいな、ほんまじゃ、すごいな、まあ、このちっちゃいのがまあ吉島これね、吉島偶然が偶然を呼んで、瀬戸内海の島群が生まれたみたいな感じですよね。そうよ、上からこの青単色をかけたら結構なるからな。あ、確かにそうだろうね。あ、うん、あ、そうですよね、確かに。なんか、あんまり色がごちゃごちゃになると気持ち悪くなるので、やっぱ青で締めるみたいな、青というか単色で締めるみたいな。先生に出ました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。